おそらくユリアンは、うん、使うと思います。ただ時間は有限ですので、練習するとしたら他のキャラ練習する時間が増えると思います。はい、こんにちは、リリーさん。アレックス結構いいんですか？伸びている。さあ、バージョンは上がっておりますね。これね、でもね、素直な意見言うと、ユリアンまだ全然強いと思うんだけど。これを使わなきゃいけないのか。で、EX セットがダメ。EX セットの無敵が削除されましたということですな。大きな変更点として。で、まず、あ、そう、タッチ中パンチのやられ判定、これも気になる。これはちょっと相手をユリアンにして連打させてみようか。はい、どうもこんばんは。ユリアンの強いところはたくさんあったんですが、タッチ中パンチ、 EX ヘッド、そしてエイジス、その根幹の強さの部分に関わってくるので調整されたのはこの3つ。タチ中パンチは結構気になるね。で、相手に連打させるっす。どこが弱くなってんの？これ前のバージョンのままか。こういうこと？立ち中パンチの暗い判定、足元、ああ、なるほどね。こういうことね。そんなにライン越え調整来ましたな。まさか、降臨に怒ってる感じ？友島さん。で、エイジスが、7フレ。ああ、なるほど。これ差し返しとかだね。変わるとしたら。あと、しゃがみ中パンエイジスが。これもしゃがみ中パンエイジスあんま使ってなかったからな。これが繋がらなかったんだね。で、しゃがみ台パンのダメージが抑えられていると。なるほど。これはでもまあ。おそらく大会で俺使うと思うよ、ユリアン。というか、その他のキャラ練習はするんだけど間に合わないと思うわ。中足エイジスは全然できるでしょ。待って、中足エイジス繋がんなくなってるとかあんのか。さすがにないよな。あ、でもこれ一個いいのは、発生が遅くなってることにより中ヘッドが安定して多分繋がるようになってるわ。うん、あ、中ヘッド繋がるけどでもダメだわ。これが繋がんねえわ。だから結局繋がんねえか。あ、これだ。待って、これでしょ。これ、この時に中ヘッドが当たん、あ、これ変わんねえか。で、こっからはお楽しみポイント。え？あれ？これ繋がってなかった？
これか、ビタメ、あ、ビタメです、ビタメか、よかったよかった。あ、え、待って、これ結構難しい感じ。あ、へえ、あ、いけんじゃん、あ、ええー、な、ええー、な、へえ、じゃあこっちか、あー、なるほど、ええー、な、あ、ちょっと難しいかも、タックルを確実に当てる。でもてか普通に強くね、弱いのかな、ボタンホールド、最強キャラだとは今回は俺は今のところは自信持って言えないわ。え、でも強キャラだと思う普通に。あ、ビタメから、あ、なるほどね、なるほど、あ、いいね、ユリア強いよね多分。これ難しいな、こっからこれ決めて中タックルまで決めて置き攻めか、あー、むずいな、台までいけるこれ、おいおい、ルークじゃないんだから大タックルいければ強かったな、こうね、な、全然ええで、エイジス7フレはそこがねちょっと響く可能性はある。差し返しのエイジスがいけるかどうか、あとはまあ単純にマイナス5になる技とかに対してどんぐらい弱くなったかじゃない。どう？もう情報出てるっしょ？誰が強い？俺の見立てではやっぱルークが強そう。あ、ルークの弾に隠れにくくなった、なるほど。練習するんだったらなんかルークな気がするよな今。やっぱルーク、ベガ、ルークね。あ、そう、強くなったっていう点で言えば影とかあれ、アレク強くなったのはそうだよ、アレクは強くなったと思うよ。おそらくユリアンは、うん、使うと思います。ただ時間は有限ですので、練習するとしたら他のキャラ練習する時間が増えると思います。